皆さんこんにちは、ペツオでございます。サンゴシファイブの37回目やっていきたいと思います。ですね、とりあえず東洋をね、うまいことやりたいですね。超欲さんいるんだ。赤いなさん、トートンさん、あ、トートナさんになってるね。あ、大江さんもここにいるんだ。へえ。ちょっと人探ししましょうか。はて、はて。出ないな。長さんね、いらないんですよね、実際。はい。で、ちょっとこうしとこうか。これで、攻めれんこともない。まあでも、妖怪さんもちょっと厚めにしたいからね、あと1回は必要か。やっていきましょう。兵力持ってる人でね、コウメさんダメ。あキャンセルしちゃった。上昇さんダメ、準優さんダメ、長昇、おー、はい、お願いします。で、兵力のある人ね、赤いなさん。おお、はい。念には念を入れてね。で、次、ドアンさん。で、あとは、そうですね、下から。お、はい。衛星下がってばっかりだな。
一応探幽さんいけんのか。ちょっとその前に捜索かけちゃおう。カベンダメ、劉備さんじゃないとダメなんだね。はい。で、褒美。500ぐらい、キャンセルしちゃった。で、来月行けるね。ちょっと減っちゃうから。純優さん亡くなった。うっそせっかくあれしてたのに、もう。ああ、ハテになってるね。
で、戦闘に参加しないね、長さんによしやってもらって、行きましょう。
あ、いかん。はい、祝賀夫人ね。ああ、はまっちゃった。覚えてくるよ。行け。ああ、覚えんかった。はい、うん、角翼にして、
変えちゃいましょう。彼もかっこよくね。とりあえずは指導と貫中からの応援はもういいので、で この3人そうですね、生徒に返しましょう。はい、もうゆさん来ないでしょうね。七星の剣が欲しいて、ね、うん、ヨホさん、ケイデイさん、みんなね。トートナさん、よいしょ、はい。おお、うん、でこっちは龍翔さん、うん、身を上げて、結構手薄ですね。あ、福栄が効いてるけど、あ、ダメだね。はい、それでは今回ここで終了です。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。